どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このウクレレを使ったリズム、リズムのね、ちょっと新しいご提案というか、双方解説をね、してみたいと思います。ウクレレってめちゃくちゃ楽しいですよ。ウクレレって私もできるかなと思ってる方すぐできます。ガズレレだったらあっという間、ここにリンク貼っておきますので、今からウクレレやってみたい人ぜひここからスタートさせてみてください。今日はね、リズム、ちょっと新しいリズムのまあご案内というか、もうガズレレではもう何回となくこの双方出てきているんですけど、今回あえて深掘りして、解説していきたいと思います。その双方とはドーン、ブリッジミュート奏法でございます。ミュート奏法、ブリッジミュートなんだっけって感じでしょ。これ今から解説していきますけど、こんな感じのやつです。聞いていてください。ワン、ツー、スリー、フォー、こんなやつとか、あとはちょっと早めのやつでロックっぽい感じ。ウクレレのここですよ。ここの部分、この白いとこブリッジって言ってますけど、ここに手を上げて、手を当てて、こう音を潰してっていうやつなんですけど、今日はですね、せっかくですので、これで何を再現しているかということもちょっとご紹介していただきたいと思います。これね、やっぱりね、エレキギターの弾き方なんですよね。今日持ってきました。久しぶりのエレキギター、でかいよ、重たい。はい。私のこの持ってるエレキギターで、ちょっとこのどんなことを再現したいのか、今からやってみようと思います。はい、このエレキギターなんですけど、この、エレキギターの奏法をちょっと再現していると思ってもらった方がいいかなというふうに思うんですけど、このブリッジミュートっていうこのね、奏法っていうのは、やっぱね、ちょっとロックっぽい時の曲の印象がすごくある。でもこれは覚えといて、そんなイメージを持っといていただいてもいいんですけど、やっぱロックっぽいといえば、やっぱエレキギターのジャーンっていう結構激しい音をイメージしてくださると思うんですけど、ちょっとこれ弾いてみましょうか。いきますよ。ちょっとね、いきなり大きい音しますよ。はい。今ちょっとこのスピーカーで聞いてるとどうかわかんないけど、こうジャーンジャーって音だと思うんですけど、こういうの聞いたことないですか？いきますよ。この今ズン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 、このズン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 っていうやつをなんとウクレレで再現しようと思ってるわけでございます。はい。で、オープンとミュートというふうに表現すると、オープンってこうです。ミュートだと押さえてるコードは一緒なんですよ。これエレキギターの C ですけど、これミュートですよ。オープンだとこれ全然曲のイメージ違いますよね。で、これを、ミックスしたりするわけ。ジャズ、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 ジャズ。こういう感じをウクレレでなんとか再現したいなと思って、これ弾き方としてはエレキギターと同じ、ウクレレも基本的には一緒なんですけど、エレキギターってやっぱピックを使うでしょ。ウクレレって手で弾くから、その辺のちょっと違いがあるんですけど、ちょっと参考までに、この曲ちょっと弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これグリーンデイの曲なんですけど、これのこの感じをずーぐん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 ダーってぐん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 来る感じ、これをウクレレで再現してみよう。それではウクレレに持ち帰ってみましょう。今度は、はい、ウクレレ持ち帰りました。はい。今も言ったんですけど、さっきも言ったんですけど、ここにね、ここの手を当てるわけよ。こうやってここにこうやって当てて、ここです、当てるところで、ピックがないからね、こうやって弾くわけなんだけど、手首触れないから、もうこういうことですね。コードは C を押さえていきますよ。ここにこうやってちょっと押し当てといて、C、 こんな感じかな。で、オープンの時は、はい、今やってグリーンデイのこのコードの回しでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。何回も言いますけど、ここにこのように手を軽く置いて、ピックがないもんだからこう面で弾くって感じ。ちょっとアップで見せると、こんな風に
展開してます。ここは離さないわけよね、ここをこういう風にして、はい、音を潰す潰す、これアッパもやってるから難しいけど、ゆっくりな曲だったらダウンでね、これを取り入れています。最近やった曲では、バックナンバーの、高根の花子さんのこの A メロとか、このミュート、ブリッジミュート奏法とか、結構ガズレレのいろんな動画遡っていくと、ロックっぽい曲ではたまにブリッジミュートっていうのが出てくるんですよ。で、これね、いつも説明するときに、これうまく、何をね、ブリッジミュートで表現したいかってことをね、うまく伝えられないでいたんですけど、やっぱり、あのね、本当の、本物登場のエレキギターでこれを説明すると、あ、こういう表現をしたかったんだ、皆さんに分かってもらえるかなと思ったんですけど、これのイメージでやるとかっこいいでしょ。あ、もう一回やろう。1、2、3、4。Do you have time to listen to me one? I've got a thing, you're breathing out of once. I wanna go.ちなみにこれミュートかけずにやると全然イメージ違うじゃん。で、これで、今のグリーンデイの曲だと途中でこうオープンになる。要はミュートしなくなると、ドーンと突き抜けた感じがするけど、その前までのこうミュートで、ゼーン、ズッズッズッってこのちょっと抑え気味のこのエネルギーがこう蓄わってる感じ。これがブリッジミュートです。これもね、リズムキープ難しいんですよね、これ。手首の自由が、なんていうかわざとこう奪ってるわけで。で、これもう一個キーポイントとしてお伝えさせていただくと、力入ってないです。力入ってるように見えるでしょ？だけど、軽くないとバキバキいっちゃうんですよね、ウクレレの音が。だから軽いですよ。こういう練習がいいかもしれない。コード進行適当にこう、まあ、例えばこんな風にコードを決めたら、最初の音だけオープンで、あとミュートする。まずはこんな練習方法がいいんじゃないかと思います。あ、そうだ、モンゴル800の小さな声の歌の一番最初の歌の始まりも、本当はこのブリッジミュートがかっこいいですよ。ちょっとやってみると、いいでしょ。これオープンで弾いちゃうと、こんな感じでオープンにバーッと広がっちゃうから、これを潰して表現する。最初の一発だけジャーッと弾くわけよ。オープン一発目の最初の音だけオープンにして、あとはミュート。はい。こんな表現。これで、ロックのこのドライブ感と、この力強さ、さっきエレキギター聞いた、ズン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 って力をこう溜め込んでる感じ。で、途中からオープンにすると、ダーッと開けるという、この表現で使える。あ、それにね、このロック調のアレンジとして、これ、取り入れていくのもいいと思います。何でもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。すごいパンクみたい。踊る中パラポワット、現実おじさんどうぞ。こんな風にダーンと急に広がる感じあるでしょ。アレンジの一個としてもこの奏法はなかなか使えるんじゃないかなと思います。あ、こういうね、リズムの勉強はですね、今ガズレレ大学ってやってるんですけど、これはですね、なかなか面白いです。いろんなリズムを毎週2回ライブ配信で、ガズレレ大学生の諸君とですね、ものすごいリズムをこうこだわって練習してる。もう自分のね、こう、人生の中にどんどんリズムを入れて込んでいくとか、まあそんなようなね、ガズレレ大学、いろんなコンテンツがあるんで、リズムを深めたいと思った方は、ガズレレ大学要チェック、概要欄に貼っておきます。あとはいつも言ってますけど、ガズクラブね、ガズクラブは面白いですよ。ガズクラブっていうのは一体何かというと、いつもガズが見せてる手書きノートが毎月5曲、皆さん好きな曲をね、お選びいただいてダウンロードできるっていうのと、毎朝7時から欠かさずガズがラジオ配信してめちゃくちゃいい話してます。あと毎月2回の、もう世界中から参加してくださる、ものすごいでっかい規模のオンラインライブ、大合唱イベントやってたら、いろいろね、もう楽しいことばっかりです、ガズレレは。はい。その辺のこと、まあ、概要欄にも書いてありますね。この後もちょっとご案内入れておきますんで、引き続きガズレレ YouTube のチェックの方よろしくお願いいたします。さよなら。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。
その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。まあ、80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんですけど、そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店様にちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。